ノーフォーク焼き討ちは、アメリカ独立戦争中の1776年1月1日に起きた出来事である。現在のバージニア州ノーフォーク港にいた、イギリス海軍の艦船が町に対する砲撃を始め、部隊が上陸して、特定の建物を焼いた。ロイヤリストが多かった、ノーフォークの町民は逃亡し、バージニア植民地とノースカロライナ植民地から来た。 愛国者民兵隊が占領した。この愛国者部隊は、イギリス軍上陸部隊を追い出そうとしたが、火災の進行を止めようとはせず、ロイヤリスト資産の焼却と略奪を始めた。3日後に、町の大半は破壊し尽くされたが、これは主に愛国者部隊の仕業だった。さらに2月初旬、イギリス軍が町に残っている資産を使わないよう、愛国者部隊が町を完全に破壊した。 バージニアのイギリス当局にとってノーフォークは最後の重要な足がかりだった。イギリス軍はその後しばらくはバージニア海岸部に対する襲撃を続けたが、バージニア植民地最後の総督となった第四大ダンボア・ハクジョン・マーレーは1776年8月にバージニアを離れ、その後は戻らなかった。イギリス領バージニア植民地における 緊張感は1775年4月に高まった。これは北のマサチューセッツ湾植民地で歴史ントンコンコードの戦いが起こり、アメリカ独立戦争が始まったのとほぼ同時期だった。植民地議会を支配していた愛国者側は同年3月までに徴兵を始めており、植民地の軍需物資の支配をめぐって動き出していた。植民地総督のダンモア教がウィリアムズバーグにあった。 倉庫から火薬をイギリス海軍の艦船に移すようイギリス軍に命じたので愛国者側議員に警鐘を発し民兵隊の放棄を促すことになったこの事件は暴力さたなしに解決されたがダンモアは自身の安全が脅かされていることを恐れ6月にはウィリアムズバーグを離れて家族を海上のイギリス海軍艦船に移した続いて港湾都市のオフォークに イギリス海軍の商戦隊を結集させた。ノーフォークは、ロイヤリストの商人が多い町だった。町では、愛国者に対するいくらかの指示があったが、この商戦隊による威嚇で、ノーフォークでの愛国者側の動きを抑える効果があった。第四代ダンモア白ジョンマレー10月まで、愛国者側とロイヤリストの間で事件が続いていたが、ダンモアは、反乱側に対抗する作戦を始めるために、 十分な軍事的支援を得られるようになった。愛国者側は、ウィリアムズバーグに、かなりの数の民兵を集めた。北アメリカのイギリス軍総司令官であるトマス・ゲージは、ダンモアからの要請に応えて、第14不評連隊から、小さな派遣部隊をバージニアに送るよう命じた。10月12日、この部隊が愛国者側軍需物資のある、周辺軍部への襲撃を始めた。 この動きは10月いっぱい続いていたが、ハンプトン近くで起きた小競り合いの時に、小さなイギリス艦船が座礁し、愛国者側に捕獲された。ハンプトンの町民に懲罰を与えるために派遣された、イギリス海軍艦船は、大陸軍と民兵合同部隊との小競り合いで撃退され、幾人かの水兵が殺されまた捕虜になった。この出来事に反応したダンモアは、11月7日に、 宣言書を書き上げ、その中で戒厳令を宣言し、進んでイギリス軍に仕えようという愛国者主人に属する奴隷には身分を解放すると約束していた。この宣言はロイヤリストも愛国者も奴隷所有者には同じように警告となり、元奴隷が武装して自分たちの資産を失わせるという懸念が出てきた。それでもダンモアは奴隷を徴兵して、 エチオピア連隊を編成することができ、また、女王のロイヤルバージニア連隊と呼んだ、ロイヤリスト中隊を立ち上げることもできた。当時バージニアでは、唯一のイギリス軍正規部隊だった第14、不評連隊のニコ中隊をこれらの地元部隊が補う、ことになった。この徴兵の成功に気を良くしたダンモアは1775年11月30日、この植民地に、 適度の義務感を持たせることができるだろうと記していた。10月、バージニア植民地議会は、バージニア第二連隊のウィリアム・ウッドフォード大佐に民兵数個中隊をつけてハンプトンに派遣した。民兵はウィリアムズバーグに集まり続けていた。その部隊が700名ほどに膨れ上がった。ウッドフォード隊は、12月初旬にグレートブリッジまで進軍した。 ランモア配下の兵士のいくらかが橋の北側を固めていたので、ウッドフォードは自分側の陣地の防御工作を始めた。この間にも周辺軍部やノースカロライナから次々と民兵が到着していた。12月9日、イギリス軍はウッドフォード隊を追い散らそうとしたが、逆に完璧に撃退された。この戦闘後にイギリス軍はノーフォークまで後退し、さらにその後には、 ダンモアとその全軍がノーフォーク港に停泊するイギリス海軍艦船に引き上げた。ノーフォークに残っていたロイヤリストの大半も同行した。戦闘の後でウッドフォード隊にはロバート・ハウ隊佐藤ノースカロライナ正規兵部隊が到着し勢力を増し続けた。12月14日、愛国者部隊は民兵のさらなる到着で約1200名になっており、 ハウとウッドフォードはノーフォークに移動した。ハウ大佐は大陸軍で上級士官となっていたのでウッドフォードより上官であり、占領軍の指揮を取った。ハウはダンモアやイギリス海軍艦長たちに対処するに厳しい統制を指揮、人で混み合った艦船に対する物資の供給を止め、捕虜交換では対等に渡り合った。ハウとウッドフォードはイギリス軍が攻撃してくる。 可能性も心配しており、まず援軍を要請した。しかしさらに検討を進めると、イギリス艦隊が容易に長周辺を支配し、守備隊を孤立させることができると認識した。バージニア植民地議会には、町を放棄し、敵軍に使われないようにしておくことを推薦した。12月21日、イギリス海軍の HMS リバプールが到着し、物資や弾薬を積んだ。 補給線を伴ってきた。ダンモアは、艦船のダンモア、リバプール、オッター、キングフィッシャーの4艦を、町の水際に並べて威嚇し、町の人々や所有品を脱出させる状況を作った。クリスマスイブの24日、リバプール艦長のヘンリー・ベルが町に対して、最後通告となるものを送り、それには物資を力で奪うよりも金で買うことを好むと、記していた。ハウは、 この通告を拒み、艦砲射撃に備えさせた。愛国者部隊は水際をパレードしたり、衛兵の交代を行っていたが、12月30日、ベルーは、それが攻撃的だとして止めるよう要求し、また女性子供が町を去ったとしても、軽率ではないと提案した。ハウは、部隊の撤退を拒否し、ベルーには私は軍人であるので、 私の任務と考える点から引くことはできないと伝えさせた。1776年元日、ハウの英兵はいつも通りパレードを行った。午後3時から4時の間にイギリス艦隊の4艦から町に対する砲撃が開始された。4艦で100門以上の大砲があり、夕方になっても砲撃は続いた。上陸部隊が派遣され、食料を調達するものもあれば、 愛国者側狙撃兵が艦隊に発砲する拠点として使っていた建物に火をつける者も,もいた。イギリス軍の動きはうまく統制が取れていなかったが、水際の大半を火炎に包ませることには成功した。愛国者部隊は上陸部隊に抵抗はしたが、火災を止めようとはしなかった。火は折からの風で広がった。艦砲射撃が始まった後、 土地の上流種製造所を含めロイヤリストの資産が愛国者部隊による焼き打ちと略奪の標的になった。イギリス軍はその日の行動を止めたが、火は燃え盛り続けた。翌朝、ハウ大佐は、城全体が1日か2日のうちに精進に返してしまうのではないかと思うと報告した。町を占領する愛国者部隊による焼き打ちと略奪は3日間続いた。 引き上げ命令が出された時までに町の大半は破壊された。愛国者部隊が町に与えた損害はイギリス軍による被害を優に超えており、破壊された建物の価値は12万ポンドと見られた。これに対してイギリス軍艦放射撃が破壊したのは19棟のみであり、その価値は3000ポンドと見られている。これに加えてダンモアが町を占領していた時に加えた。 被害額2000ポンドがあった。ハウ大佐がバージニア植民地議会に送った報告書では愛国者部隊による焼き打ちについて省略しており、街の破壊を推奨することを繰り返していた。ロードン教が発行した新聞は、この事件について愛国者側にいくらかの疑問を提したが、多くのものは被害の大半についてイギリス軍に責任があるとみなし、事件の後での調査もなかった。 議会はハウの計画を承認し、2月6日までに残っていた416の建物も破壊された。この焼き討ちに愛国者部隊が全面的に関わったことが認識されたのは1777年になってからだった。愛国者部隊は町の破壊を終えた後で廃墟の町から撤退し、近くの町に基地を築いた。大陸軍南部方面軍を指揮するために、 チャールズリー将軍が到着した3月には部隊の編成が進んだ。リーはダンモアがポーツマス近くに築いた宿泳地から追い出すために民兵隊を動員した。ダンモアは1776年8月にバージニアを離れ二度と戻らなかった。ノーフォーク市のセントポールズブールバードとシティホール、アベニューの角には歴史名番があり、この焼き討ちのことを伝えている。 ありがとうございます。